Ladies and gentlemen. すっごいテンション低いの。めちゃめちゃテンション低いでしょ。上げていきますか。また一人の時間邪魔されてすいません、また来ちゃいました。久しぶりです。久しぶりか。久しぶりです。ぜひ受け取っていただきたいものがあります。これ何でしたっけ、ヒカルさん。ジャック・ダニエルです。よかった、さっきまでデニッシュって言ってました。ジャック・デニスって言うのやつがいます。ね、これあの定番になったわけじゃないよね、これ君たちが僕に渡すっていうのが。いや、この方にちょっとお願いします。これちょっと焚き火投入していいの。でも火つけて燃やされちゃう。これジャック・ダニエルって飲んだことあるの？ないです、ないです、ないです。じゃあもうみんなで飲もうと思って全部用意して、うん、嘘でしょ。飲む気満々で。もう本当に行きました。飲む気満々で来てんの？飲む気満々で。うちのあのミノキャンのコンセプトは一人でじっくりと飲む。はい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 。あ、もう皆さんもご承知の上でっていうことですか。やっぱでも人数いた方が楽しいかな。本当に本当に。いやだから俺は一人になりたいってさっきから言ってるよね。あ、じゃあしょうがないですね。飲みましょうか。やったやだ。ジャック・ダニエルが何かは知ってる？ウイスキー。お酒。お酒でありウイスキーでありは間違いはないね。みんなはとりあえずロックでいいの？ロック、まずはちょっと風味をね、味を少しずつ味わってみたらいいと思うんです。まあ、まずは香りを楽しんで。すごいからの。すごい。お酒だ。ウイスキーの匂いだ。寂しいからさ、飲むやつちょっと。連れてき、おい、え、ちょっと待って、おいおい、周り探しいですけど、そんなこんなで今回もこのミノキャンに乱入を食らって、こう、もう風の効いてた空いてるジャック・ダニエル届けていただきました。そしてなんかいつもじゃがりこを使ってくれるからなのか、この新じゃがりこ、なんか映画見に行ったんだって、あの子たちが。で、なんかこれくれたんで、これマッシュポテトにしてもうまそうだな。まあまあ、そんなこと言って、このジャック・ダニエル今回のなんですけども、まあこれあのお酒飲むんだったら知らない人はいないんじゃないかぐらいのね、ウイスキーなんですけど、バーボンと同じような製法なんですけど、アメリカンウイスキーっていうジャンルの中に、まあバーボンカテゴリーがあって、そのバーボンの作り方をさらに一つ砂糖カエデで、加工することによってテネシー州で作ってる、テネシーウイスキー。まあ僕たち世代はもうよくお世話になったお酒です。高級品です。で、このジャック・ダニエルズ、本来ここにね、ナンバーセブンって入ってるんですけど、このあのナンバーセブンってついたのが1905年だったかな、なんか万国博覧会かなんかがあった時にこれ出したらしいんですよ。その時に初めてナンバーセブンボトルっていうのを出して、7番目の樽だったとか。で、またこのジャック・ダニエルズさんがですね、非常にモテ男だったために、彼女が7人7だと、いろいろあるんですけど、まあ、どっちにしろこのブラックラベルっていうのがすごい分かりやすくて、見ただけでね、もうすぐ分かる感じ、味もよく分かってるんですよ。まあ、早速さっきも飲んでるんですけど、改めていただきます。最初はやっぱジャックらしくストレートで、なんかさ、味が分かってるせいもあるんだけど、ついつい多めに入れてしまいます。いただきます。なんて言うんだろう、トゲがなく、こうスッとこう喉の奥まで来て、ここからカーッ火の先になる感じですね。前々回ぐらいにご紹介したのかな、ジンビームから比べると相当発売時期は遅いんですけど、なんだろうね、洗練された感というか、大人のウイスキーっていうような気がしますよね。まあ、この後はこのジャック・ダニエルの一番僕が好きな飲み方でいきます。まあ、言うてね、さっき若い子たちがいた時にもやってるんであれなんですけど、まあ、氷入れてちょっとロックで楽しんだ後は、ジャックハイ、ジャッ
ジャックハインが正しいのかジャックソーダが正しいのかどっちなんですかね。僕はついついジャックハイって言っちゃいますけど、なんつうの、抜群。なんかこのジャックを飲むのにこれを超える飲み方があるんだったら教えてくれっていうぐらい。ああ。いや、前に連れとも話したんですけど、なんだろうね、バーボン系、まあこれはテネシーウイスキーですけど、飲み慣れてるからなのか、ぐいぐいスッス飲めちゃう感じ。もうソーダ割りなんかしちゃうと、これ結構ジャンクなフードとか、すごくいいですよ。ピザとか実は合うんですけどね。あとね、スパイスカレーとかをジャックハイとかでいくとめちゃくちゃ合います。でその時はどんどんジャックが濃いめになってジャックハイなのかハイジャックになるのかわからないんですけどね。不穏な響きや、まあ、さっきも言ったんですけども、フードとかに関しては本当はさ、今日時間方もうめんどくさいからやらないんだけど、これお湯入れてマッシュにするだけでめちゃくちゃつまみになりますからね。特にこのジャックソーダとかだったらめちゃくちゃ合うんじゃないかと思います。この間ご紹介してきたバーボン、ジンビームから比べるとちょっとお値段高めなんですけど、それだけの価値はある酒だと思います。僕はものすごい好きですね。ジャックダニスって言ったやつでしたけどね、ジャックダニエル、表記はジャックダニエルス。いやー、大人の酒だな。これうまいって言えるようになったら本当大人だと思う。さあ、いろいろ乱入が繰り返されたけど、これでやっとまた一人でゆっくり飲める。なんかいつの間にか酒もらうの楽しみにしてる気がする、ね、まあいいや、まあ、これからのシーズンが、僕もう半袖になってますけどね、のシーズン全開になるんで、また美味しいお酒を飲んで飲んじゃうかな。次は何でしょうね。またお会いしましょう。ジャック・ダニエルね。スパローでもない、デニスでもない。ダニスは絶対違う。